まあ、大変厳しい結果になりましたことに、本当にただただお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。本当に厳しい選挙戦で、そもそも出馬をするかどうかも、含めてですね、今日お越しの皆様はじめ、皆さんといろいろと相談をしながら、ただそれでも自分の所信貫徹というものを、成し遂げるには、やっぱ出馬、どんな厳しい結果であったとしても出馬をする以外にはないんじゃないかということで、挑戦をさせていただいて、でその、この選挙戦を通じて お詫びと同時に、自分がこの後この新潟においてですね、どういうことをやっていきたいのか、日本においてどういうことをやっていきたいのか、これを有権者の皆様方にご理解していただくお詫びと訴え、それによって、この2年間いろんな、報道もありましたし、私自身本当に皆様に本当ご迷惑をおかけしたことばかりでありまして、そこもなんとか払拭をしようという戦いではありましたけれども、こういう大変厳しい結果になったわけでございます。ただただ本当に今日は お詫びと、繰り返しますが、もう皆様ただただお支えしていただいたことに御礼を申し上げたいというふうに思います。